ちゃんの泡ごめんなさい、これあこれなんか気取って忘れるやけ、ごめんなさいねこっちもあの、なんだっけ言えないですよねの注文間違えるレストランがあってもいいじゃないか、誰にでも普通のことなんだというふうに受け止められれば全く問題なく関係を結べるんだなと。やっぱおしゃれでお料理がすごく美味しく、でもその結果間違えてしまったら笑ってごめんねって全然いいですよって言える、そういうコミュニケーションが一番大事。看板を掲げることで間違えてもまあいいかっていう緊張があってもなくても心はとても軽くなる、ハッピーな空気が生まれたんだな。We opened a limited period pop-up restaurant where all the waiting staff are dementia patients.世界的にも認知症っていうのは誤解されてるところがあるのかなというふうに思うんですけれども、認知症になったら何もできなくなってしまう。で、時に社会から認知症が隔離されてしまう。そうじゃなくって認知症の人たちと一緒に普通の暮らしができる、そういった寛容な社会を作りたいというふうに思ってました。